皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。時は10月の上旬ですが、前回の動画撮影からは8日間が過ぎています。今回撮影した日の日中の天気は晴れ時々曇り、気温は16、7度でした。ようやくこの地方の本来の秋らしい日よりになってきたのです。山の木々の葉の色づきも1週間前よりは幾分進んだようです。北海道の秋の最後の蜜源植物とされる友禅菊にも枯れ花が目立つようになってきました。ただ残った花がしっかりと流蜜しているようです。友禅菊の季節はスズメバチの黄昏時でもあります。養蜂場に飛んでくるオオスズメバチの数は10月初旬の前回の動画の中でめっきり少なくなったと申し上げたところです。それからさらに約1週間が経ちましたが、個体数は夏と比べて多くはないものの、こうやって未だに飛んできては粘着シートのトラップにかかります。夏と比べた大きな違いは飛来する個体数が減ったことの他に、捕まる個体の中に今映っているような大柄な個体が混じるようになってきたことです。こうした大柄な個体は最近羽化した新しい女王蜂です。ちょうど女王蜂と働き蜂が並んでトラップにかかっていましたので、画面右側の女王蜂の体の大きさを働き蜂と比べて確認してみましょう。左側の個体は腹部の先端が尖っているのでオス蜂ではなくて働き蜂です。秋に巣の外にいる女王蜂はこの頃に羽化した個体です。巣の中で十分な栄養を取った女王蜂は一旦巣から飛び去ると再び巣に戻ることはありません。巣を離れる時に巣の外で待ち構えていたオス蜂との交尾を済ませるとすぐに冬眠する場所を探し始めます。冬眠した女王蜂は翌年の春になると巣作りを始めます。ですから秋の時点で1頭の女王蜂を退治することは翌年の巣1つをなくすことにつながるわけです。ただし巣立った女王蜂が全て翌年の巣作りに成功するというわけではありません。例えば冬眠後オオスズメバチの女王蜂の受精率を調べたところ3割程度に過ぎなかったという調査結果があります。これはこの養蜂場ではなくて別の場所で撮った写真ですが、この夏のオオスズメバチとミツバチとのバトルの後です。ミツバチの累々たる屍の中にオオスズメバチの死骸も見られます。戦況はかなり一方的なものであったようですが、ミツバチサイドも一矢を報いたようです。実は同様の戦いは私たちの養蜂場でも繰り広げられていました。この時は数頭の集団で襲いかかってきたオオスズメバチをまず護衛に当たっていたミツバチたちが巣門の外で迎え撃ちました。そして内勤砲が次から次と巣の外へと出てきて護衛の蜂に加勢しました。その結果ミツバチはオオスズメバチを撃退することができました。その際ミツバチは蜂球を作ってスズメバチを包み込んで退治したのです。ただし何とかやっつけることができたものの、ミツバチの側でも相当な数の犠牲が出ました。この群をこの養蜂場の慣例に従ってこれからは第2群と呼ぶことにします。日本ミツバチがオオスズメバチを蜂球を作って熱殺するのは有名な話ですが、西洋ミツバチも蜂球を作ってオオスズメバチを退治することがあります。なおこれは以前の動画でも紹介したことのあるシーンですが、ここでミツバチたちの蜂球の攻撃対象になっているのはオオスズメバチではなくてキイロスズメバチです。この群は先ほどの群とは別の群です。やはり慣例でこれからは第4群と呼びます。今の戦いが終わって2時間が経った時点の同じ場所ですが、真ん中に横たわっているキイロスズメバチの死骸に対しミツバチには全く犠牲が出ていないのが印象的です。先ほどのオオスズメバチとミツバチの戦いではミツバチはオオスズメバチに打ち勝ったとはいえ、ミツバチにも相当な数の犠牲が出ていたのとは大きく違います。被害の程度が大きく違うのはどうしてなのでしょうか。戦う相手が違うからなのでしょうか。
オオスズメバチと戦うと被害甚大だが、キイロスズメバチが相手だと犠牲がない、そういうことなのでしょうか。ただこの写真をご覧ください。第2群の巣門の前の光景です。ここにはスズメバチの死骸が2つあります。ただし2つの死骸の鮮度が違いますから、別の時期に死亡したのでしょう。新鮮な方のオオスズメバチの死骸をクローズアップしてみました。こうした写真は、巣箱周辺に単身でやってきたオオスズメバチが、おそらくはミツバチによる蜂球の攻撃で退治されてしまったことを示しているように見えます。そしてここにはミツバチの死骸がありません。先ほどの集団に襲われた同じ群のミツバチが死骸の山を作っていたのとは大きな違いです。次もスズメバチの集団による大量殺戮の場面ですが、以前のジェノサイドの場面と違うのは、撮影された時期が20日前であるということの他に、まず別の巣箱周辺だということです。被害に遭ったのは、先ほどキイロスズメバチを蜂球で退治していた第4群です。そしてもう一つ決定的な違いは、ここにオオスズメバチの死骸がないことです。戦いは完全なワンサイドで、ミツバチは殿下の宝刀の蜂球を使うことなく、次々と噛み殺されていきました。ただしオオスズメバチが巣の中に侵入することは防がれています。養蜂家が巣門を機材などを使ってガードすることが、被害を少なくする上で重要な意味を持っているということです。ここで話をまとめましょう。スズメバチが単身で攻撃してきた場合には、両軍とも蜂球を作って殺しています。しかしオオスズメバチが数頭の集団で襲ってきた場合には、2つの軍の間で対応が異なっていました。第2軍は蜂球を作って集団的に対応しましたが、第4軍はそれを作らず、個々のミツバチが単独で立ち向かっていきました。こうした違いが何に由来するのかは、これから考えていこうと思っていることです。もしかしたらたまたまこうなったということだけなのかもしれません。つまり西洋ミツバチも、世間で言われているほど集団戦が苦手なわけではなくて、もともと蜂球を作って外敵を撃退する能力はあるのだが、今回の第4軍は対オオスズメバチ戦で何らかの事情で偶然にそれに失敗したということなのかもしれません。あるいはそこにはもっと根深い事情があって、第2軍は学習によって集団戦で蜂球を使う術を身につけたが、第4軍はまだ集団戦の技術を習得していないということなのかもしれません。他にもいくつか仮説が考えられますが、今はこれぐらいにしておきましょう。というのも、観察事例数を増やして今後この問題について考える材料を豊富にする必要があるからです。また最近、私は養蜂場に行くときにはデジタル温度計を常に持参するようにしていますが、蜂球によるスズメバチ退治が熱殺によるものであるのかはまだ確認できていません。これもまた来年の楽しみにとっておきましょう。スズメバチの話題は養蜂では避けて通ることはできませんが、どうしても殺伐としたものになってしまいます。そこで最後に、気分を変えるために少し越冬に向けた準備の話をしましょう。この秋には本当によく蜜が集まっています。そのため経営主は毎年行っている砂糖水による越冬用の給仕を今年は行わなくても良いと考えています。そしていっぱいある食物に支えられて、産卵育児が順調に進んで、働き蜂の数がうまい具合に増えています。蜜がたくさん集まっているのは、北海道の秋の重要な蜜源植物である友禅菊が異例に暖かい日々が続く中で太く流蜜しているからです。以上、スズメバチの飛来が減ってきた中で、この夏のミツバチたちのスズメバチとの戦いを振り返ってみました。今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ登録と高評価をお願いします。それでは次回またお会いする時まで、ごきげんよう、さようなら。